好きだったな、フィンガーファイブのアキラ。私はタイコと同い年なんですね。でもね、今はダイヤルの電話なんかなくなりましたしね電話番号を覚える必要もなくなりました。こんな時代に生きて思いを馳せるのはやっぱりわらび餅のお兄さん。わらび餅冷たくておいしいよ。こんなギンギンなわらび餅のお兄さんがいたらね、かっこいいかな。